どうも皆さんこんにちは、タルワック工場のアンドレです。今回も8日目、前回の続きから遊んでいきたいと思います。いきましょう、8日目。さあ、心当たりからね、そろそろママは本気を出してくるんですよ。まず人数出します。はい、キリン、キリン、キリンがいたところで特にね、ま、とりあえずまず最初にこの人参をやってる間に何か、あ、なんかバグってる、左上バグってる。え、しまったな。ってことは多分あれか、このリンゴを先に渡してやるべきだったのか。でもそうするとママが来てしまうから。ママ、そうだよな。にさ、こんな、なんかなかったよね、こんな変な頭の尻尾みたいなの。これで、あ、なるほどね。オッケーオッケー、ちょろいね。まだまだ甘いんじゃない。さあ、ここの構え来ました。 P、あれパーキング、あれこんな道路標識俺見たことないんだけど。ちょっと待って、スプレー缶、まさかいたずらしろってこと。えーバーカって書いてある。ってことはこの交通標識を塗るんだ。あ、止まる場所じゃないですよってことか。やべえ、違反駐車、切符切られちまう。なんでだよ。車の下にあったのこのゲーム、危な。お前よく生き残ってたな。さあ10日目いきましょう。闘牛士がいるな、たま。やってみたい、おじいちゃんが吹っ飛ばされるところを俺は見てみたいです。来た。行こうぜ。どう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 、お前が吹っ飛ばされるんかい。分かったぞ、赤犬のおじいちゃんに持たせるんだ。え、おじいちゃん無傷、まさか。ママ出てきた、なんでだよ。うわ、いらん操作したわ。ちょっと一回見てみる、もう一回見てみよう。おじいちゃん今さ、なんか微動だにしてなかった気がするんだけど、さすがに気のせいだよね。だってメントスコーラであんなね、あんなひっくり返りを見せるおじいちゃんですよ。やばい、このおじいちゃん無敵かもしれない。この世で一番強い存在かもしれない。さあ11日目、甘いねママ。なんだこれ、この状態でシャワー出すってこと。え、わあ綺麗。ええ、この虹、え、なれ、虹って登れるの、すごい、俺知らなかったわ。なるほどね。さあ12日目、出たな、伝説の妹だ。風船、象の鼻に風船をつけるとか。お、なんだ、あ、爆発でびっくりさせるってこと。ってことはやっぱこの風船を使う場所が象ではない、妹か。あ、見て、困った時のメニューだ。やっぱなんかある、ここに。俺の深層心理を恐ろしいほど読まれてるんだけど。あ、わかったぞ、ちょっと膨らませるのか。で、え、なんだ、あ、気づいた、わあ、バランスボールだーみたいな。てか、そんなに膨らんだらこの風船、えぐ。さあ来ました13日目、うわ、おじいちゃんにボス、いや、わかってるぞ。はいはいはい、いや、一回久々に見るか、ジェイソンマスクおじいちゃんもね。さあ覚醒、おじいの覚醒です。なったらですよ、あの鍵を、なんだ、あ、雲、あ、絶対お母さんじゃんみたいなやつあるんだけど、ヘビでしょ、ヘビとお母さんいるんだけど、ちょっと待って、ちょっと待って、あー、来た来た来た、間違いない、この鍵だ。で開けてやると、はい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 、呪いは解かれたぜ。よっしゃ、やはり。じゃあ今日はここで終わりたいと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。